はですね、ちょっと真面目な話です。まあ、いつも真面目じゃないのかっていうこともありますけど、昔ですね、こんな実験がありました。サンディエゴ州立大学のジェーン・トゥエンギー博士の実験です。何人かの参加者でしばらくおしゃべりをした後に、この後誰と一緒にいたいかというアンケートを行いました。このアンケートは嘘のもので、アンケート結果に関係なく参加者には、残念ながらあなたは誰からも選ばれませんでしたと伝えたところで準備完了。その後参加者グループは他人のヘッドホンに強烈な雑音を流すゲームに移りましたが、誰からも選ばれなかったと伝えられた人は、なんと他の人よりも 1.4 倍のでかい音量で2倍もの時間ゲーム内で相手に雑音を与え続けたとのこと。つまり誰からも必要とされてないと感じた人間はその攻撃性が高くなる。トゥエンギー博士はそう結論付けました。社会的排除っちゅうもんがあってだな。社会的排除とは何らかの理由で社会から排除されている状態のこと。いじめにあって孤立してしまう、障害があって仕事に就けない、貧乏だからホームレスになっちゃった、本来持つべきコミュニティの中での一市民としての資格を失った状態ね。あのアメリカでよく聞くその銃乱射事件とかね、日本でも最近聞くようになった通り魔事件とかも、社会から排除された人間の最後の逆襲みたいなこともよく聞くじゃないですか。もちろんその社会から排除されたからといってみんながみんなその通り魔になるわけじゃないですよ。社会的に排除されようともほとんどの人は生きづらさを感じながらもその中で一生懸命頑張ってね生きていこうとするわけです。でもそこに耐えきれず自ら命を絶ってしまうという人もいると思うんですよね。いじめとかパワハラとかでね。さらにその中のごくごく一部の人で自分の人生がうまくいっていないのは、自分が生きづらいのは社会のせいだというふうに捉えてしまう人たちもいる。社会が自分をこんな風にした、社会のせいでこんな辛い状況にある。実際にはですね、生きづらいけど頑張って生きていくしかないよねとか、あとは死んじゃおうかなとか、でも社会が許さないみたいな、そういった感情がこうごちゃごちゃになってるんですよ。そういう感情がこうごちゃっとしてて、まあそのどの感情が度合いを占めるかっていう話なんですけど、自分じゃなくて社会のせいにするっていうのは楽なんですよね。これは必ずしも甘えとかじゃなくてですね、自分の心を正常に保つために自分以外にその原因があるとする。何でもかんでも俺はダメ人間だとか、クズみたいな人間だとか、生きてる価値がないみたいな風に考えちゃうと精神が崩壊してしまってですね、もう自ら命をっていう風になっちゃうわけですよ。そうじゃなくて、世間の奴らが俺を受け入れなかったと、社会が俺を排除したと、こんなにも生きづらいのは社会のせいだって風に捉えるとちょっとだけ気が楽になるので、そういう風に考えてしまいがちなんですよね。で結局じゃあ社会って誰だってなった時に、あそこら辺街中をですね幸せそうに歩いてる奴らが社会じゃないかと、でそういう風に無差別テロみたいなのがね発生してしまうっていうかね。昔はさ、そのご近所付き合いだとか、その町内会みたいなやつね、その地域のコミュニティがあって、それが機能してて、なかなか人を孤立させなかったんです。あ、まあ、村八分って言葉もありますけど、まあ、今に比べると孤立させなかったんですよね。あのよくいませんでしたっけ、あの、ま、町内会の、まあ、お祭りみたいなやつでさ、なんか普段何してるか分かんない兄ちゃんがさ、やたら町内会仕切ってね、こうしゃしゃり出てくるみたいな人ね。誰かしら一個ぐらいは取り柄があるもんなんで、その社会から排除された人だとしても何かしら輝ける場があったわけですよ。特にあのずっと家にいるような人はさ、時間だけはたくさんあるからさ、町内会には重宝されるよね。でもそれがなかなか難しいっていうかね、地域のコミュニティとか会社組織のコミュニティっていうのは希薄化してしまって、あの会社といえばですね、普段何やってるか分かんない人っているじゃないですか。でもそういう人でも会社のね、あの他のメンバーから愛されてる人がいて、それって仕事以外の業務以外のお酒の席なのか何なのか知らないですけど、その人の居場所があったわけです。でもまあ今の時代なかなか難しいですよね。そういうこと言うとですね、いやいや社会的に排除されたやつの面倒まで見なきゃいけないのかと、そいつの問題だろうがみたいな意見も出てくるんですけど、冒頭でご説明したトゥエンギー博士の実験の通りですね、人は排除されると攻撃性が増し増しになっちゃうわけですよ。結果通り魔事件が発生する可能性が上がってしまうぐらいだったら別に良くないですか。例えば僕らの税金が使われてるとされる生活保護だって、あれがあるから経済格差を発端とした暴動みたいなことが起きなくて社会が安定してるみたいなことも、まあ、そういった一面もあるじゃないですか。社会的排除の反対で社会的包摂っていう言葉もあって、社会的包摂とはそういう人たちが排除されないように手助けをする考え方のこと。ホームレスを支援する団体だとか、引きこもりの人を自立させるためのなんか頑張ってる人たちだとか、あとはなんだろうね、その薬物中毒の人を社会復帰させるプログラムをやってる団体とかね、
いろいろありますよね。もちろんその人たちは別に社会的排除されたらこいつら危ねえじゃねえかって考えのもとにやってるわけじゃないですよ。でそういう団体の人たちとは別にですね、僕ら一人一人がやれることっていうのは、その排除されてしまった人たちはもうそのね、支援してる団体の方々に頑張っていただくしかないんですけど、僕らにできることっていうのは、人をまず排除しないこと、認めてあげるっていうこと、居場所を作ってあげることだと思います。人間っていうのはさ、目に見えるものばかりを優先して、で勝手なその結論みたいなものを導き出しちゃうじゃないですか。ホームレスの人を見て自業自得じゃねえかっていうふうに考えてしまうのは、今のその人の状況を目にして推測してるだけに過ぎないっていうか、このホームレスにはどういった事情があって、どういった考え方があって、今まさに社会から排除されそうになってるのか、そういうのは目に見えないからね。決めつけじゃなくて人を見る、要は捉え方変えようぜっていうこと。そしてこれまた人間の特性ではあるんですけど、人は物事の、まあ、人のですね、物事、人のですね、悪いところばかりを見てしまう。で、レッテルを貼りたがる。それが悪いとまでは言わないですよ。そういうもんだから人間って。人間って、その集団生活、集団で生きているので、その、おかしなところがあったら、その集団から排除するんですよ。それは集団生活を送る上での生き物のサバイバル術みたいなところもあるんだけどね。でもそうじゃなくて、他人のいいところを見れば、あ、意外とこの人はこういう人なんだなと、あ、こういうところはこの人得意なんだと。さっき説明した町内会でシャシャリ出てくる謎おじさんと同じで、その人の活躍できる場がなんとなく見えてくる。小さなことでいいので、何かを任せてあげるっていうのはすごく大事です。悪いものに目を向けるっていうのは、そのさっきも言ったように本能的なものもあるので、簡単なんですよね。誰でもできる。一方、そのいいところに目を向けるっていうのは、その意識を持って見なきゃいけないので簡単じゃないですけどね。っていうのが僕の考えですかね。つまり何を言いたいかっていうと一個モラルレベル上げようぜっていうこと。昔さ、また昔の話で申し訳ないですけどさ、昔さ、その飲酒運転って割と寛容だったじゃないですか。でも、なんだっけ、いつの事件だっけ、よく車の後部座席がペシャンコになっちゃうような飲酒運転による事故があったじゃないですか。お子さんが亡くなった事故ですよね。あの事故がきっかけで、その飲酒運転ってもう今タブーになっちゃったわけですよ。飲酒運転による悲しい事故があったせいで、一個モラルレベルが上がったわけです。飲酒運転ダメ、絶対っていう風にね。で、一方ですね、現代ですよ。何ヶ月に一回、その無敵の人が現れてですね、無差別に人を殺傷するような事件が起こってしまう現代、もうそろそろ日本人一人一人のそのモラルレベルをもう一回上げて、その社会的に人を排除するのって良くないよねっていう、そういう風潮に持っていく時期だと思うんですよね。すいません、今回自分の中であまり整理つかない状態でお話しさせていただきましたが、なんかそういう変な事件が多くってさ、ひろゆきさんも YouTube でね、無敵の人のお話を最近されてましたけど、今回僕もそれに乗っかってお話しさせていただきました。自己責任とか自業自得とか、そういう言葉僕実はあんまり好きじゃないんですよね。そんな単純なものじゃない気がするんですよね、世の中っていうのは。というわけで今回は、無敵の人の攻撃性についてのお話でした。この MPTV はいつもはできるやつの考え方やテクニックを休み休みだらだらとご紹介しています。ぜひとも他の動画もご覧になってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。